35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、オートキャドマスターへの道49。ビムシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお話ししています。たくさんの方にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞ると称して、お届けをしています。初期エラーですね、確認。データを開いたけれども、文字が画面上で見えない場合というときは、文字スタイルがおかしい場合があります。文字スタイルですね、チェックを入れて、文字フォントどうなっているかを確認してあげてください。たくさんのこれまでですね、AutoCAD Revit のご質問に答えてきました。ですので、少しでも皆様に還元するためにですね、一問一答の動画を今後ですね、撮っていきたいかと思っています。こういうときにですね、ご質問が多い気がいたします。無料のオープンチャットを始めました。ビムシムをみんなで学ぼう、実践しようという形をとっていきたいと思っています。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。